俺の能力は負傷した部分を他者に移す能力だ。って言っても、俺を経由しないといけないけどな。つまり、私が怪我をしたとして、それをあなたに移すことで私以外の誰かにその怪我を移すことができるってこと？マジでややこしいがそういうこと。だから簡単に生かすことも殺すこともできる能力なのね。ああ、俺が誰かの致命傷を俺を通して相手に移せばすぐ終わるからな。それで誰かが怪我をしたらそれを自分に移すことで治せるから生かすことができるのね。ややこしいだろ。これといった能力に名前がないから説明がめんどいんだよな。千秋くんは今お嬢様の血のおかげで治癒力も人間とは比べ物にならないくらい高いのだから、私たちが怪我をした時はその能力使ってね。そういう時にしか使い道がないから、元からその予定だった。それにメイドさんたちが怪我をした時に使わなかったら、俺は無能力者と一緒だからな。それにしても私はてっきり千秋くんは戦闘系の能力だと思ってたわ。戦闘で使えなくもないが、自分が負傷しないといけないのがな。まあ、俺が一回死んだのは能力の使いすぎなんだけどな。自分の体に他の人の傷を移して回って、他の誰かに移すのができなかった、みたいな感じ？大体そうだな。まあ、つくづく俺は俺に思うけど能力の成果お人よしだなって。逆かもね。お人よしだからそんな能力が使えるのかもしれないわ。まあ、どっちでもいいんだけどな。まあ、千秋くんの能力が知れてよかったわ。それで俺も気になるんだけど、メイドさんの能力ってどんなのなんだ？私の能力は時を操る程度の能力よ。時間を巻き戻すこと以外ならある程度のことはできるわ。俺なんかより全然強い能力だな。欠点もないわけじゃないんだけどね。その欠点とは？私の意識外から来た攻撃や、私が能力を使う前に、私を拘束するなりされたら無力になるのよ。まあ、縄とかで縛られても、その縄の時間を早めればものだから劣化させればいいのだけれど。おお、超万能能力なんだな。万能って言っても私も気づいてない弱点があるかもしれないけどね。確かに。いくらい能力って言っても弱点がないとさすがに強すぎるからな。それじゃあ、私はもう行くわね。おう、俺は寝る。おわ、なんだ、爆発音とともに館が揺れた。そろそろ来る頃だと思ってたわ。は？誰が来たんだ？というか人の家を爆破してくる奴っているのかよ。あら、千秋が一番よく知っているんじゃないかしら。もしかしてあいつらか、異能力、異種族を嫌ってる。ええ、そうよ。千秋が私の眷属になる前に戦っていた相手よ。説明は後でしてあげるから。とりあえず千秋は負傷者をあなたの能力で助けてあげて、近くに私たちのことを狙っている奴がいたら遠慮しちゃダメよ。了解。その代わり俺の体が持つか知らないぞ。大丈夫よ。あなたには私の血があるのだから。はぁ、主さんも気をつけてな。私があんな奴らごときに負けると思ってるの。いや、そういうことじゃない。やりすぎないようにってことだ。ふふ、それは相手次第よ。主さんに言われた通り俺は館の中を走り回っていた。はぁ、はぁ、はぁ、おいおい、嘘だろ。廊下で妹さんと知らない男が倒れていた。俺は慌てて妹さんの腕をつかみ脈を確認する。よかった、まだ生きてる。でもこれは早く俺の能力使わないと。妹さんの腹部には剣のようなものが突き刺さっていた。はぁ、でも、そこの奴は生きてないしな。マジで、俺の能力は生物限定なんだよ。侵入してきた異種族異能力反対の人間たちを蹴散らし、千秋とフランを見つけ二人を千秋の部屋に連れてきた。昨夜、この二人以外に被害を受けた者はいないのよね。館の壊れた部分も少なかったですし、多分奴らは何の訓練も受けてない素人の集まりでしたかと。でも、少なからずフランと相打ちになった奴は少しだけ強かったみたいね。千秋がフランを助けるために能力を使ったみたいだから。要くんもそうですが、妹様は大丈夫なんですかね。フランの方は何の異常もなかったから大丈夫だと思う。今はただ、眠っているだけだと思うわ。千秋は傷が深すぎるから、少ししても傷が治り始めなかったらまた血を与えないと。そうですね。要くんには後で説明すれば分かってくれるでしょう。体痛え。あ、要起きたんだ。あ、起きたみたいだな。てか首が痛い。寝違えたか？あれじゃないかな。お姉様が要の傷を治すために要に血を与えてたから。そういうこと。ってことは俺は今度こそ人間をやめたんだな。まあ、人間でいる意味も意味ないからな。あ、そうだ。お姉様が起きたらお姉様の仕事部屋に来いって言ってたよ。そうか。なら行かないとな。主さん、起きたから来たぞ。あら、案外早く目覚めたわね。調子はどうかしら。気分は悪くない、が、体がクソ痛い。それはそうでしょうね。あれだけの傷を治すためにかなり私の血を与えたから、体が吸血鬼になってるのだから、全身痛いでしょうね。そうだろうなとは思ってた。
それで何用で呼んだんだ。いや、これといった用事はないのだけれど、ただ、ちゃんと地に適応できてるのか知りたくてね。一応聞いておくけど、適応できなかったらそうなってたんだ。そうね、聞いた話だけど、胴体と獅子がさよならするみたいよ。少し可愛い言い方しても、怖いな。それじゃあ千秋、起きたばかりで悪いのだけれど、これから忙しくなるわよ。肝の修復に、その他にもいろいろやることがあるから。はいはい、わかった。本当に眷属使いが荒いな。眷属はそういうものよ。それじゃあ、早速行くわよ。プランをお願いね。うん、そうして俺は人間ではなくなり、吸血鬼の主とその愉快な家族たちと今後の吸血鬼としての人生を、大いに楽しむのであった。どうも前回ぶりですかね。私です。このシリーズはここで終わりです。次のシリーズが早く作りたくなったのと、多分ですけど、皆様は私の動画は日常系の方が好きなようですから、このあたりで終わらせました。楽しみに見てくださっていた方がいたら、すみません。その代わり次のシリーズはそこそこ。いや、ちょっとだけ、万が一くらいは面白いと思うので、本当ならこの後予告を作るんですけど、今回は予告なしです。その代わりにどういう系かは言っておきますね。恋愛です。それも今まで通りの恋愛ではないです。でも私はこういう恋愛も恋愛の形だと思っているのでうまく作れるよう頑張ります。単発はいつも通り作ると思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。